バージョンアップ、わー、始まった。お待たせしました。ちゃんと出てますね。はい、ではですね、ちょっと気を取り直してバージョンアップ13行きたいと思います。本日のゲストは、はい。はい、こんばんは。私はボルドです。フランス大使館の科学部で働いています。はい、よろしくお願いします。ジャンバティスプゾー・ボルデ先生、人工知能学の博士、コンピエニュー工科大学で自立走行車に関する研究のエンジニアをされております。エコールポリテクニックの研究部長を得て、エンスタパリの研修研究担当副部長、その後、在サンフランシスコ・フランス総領事館の科学技術担当アタッシェとして、シリコンバレーでフランスのディープテックのスタートアップに同行し、2022年9月、去年からですね、在日フランス大使館の科学アタッシェとして研究パートナーシップを推進されておりますと。まあ、アタッシェってどんな仕事なんです？はい、私の仕事は、日仏の協力を促進するということです。うん、そうですね、ちょうどここの URL ありますが、3時間っていうのがあって、まあ、その、フランスか、大使館の科学技術部の、そこで働いている、フランスの、フランスと日本の架け橋を担当されている、そういう先生です。そういうことですね。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、それからもう一人、ゲストは山崎陽一先生、パチパチパチ。はい、神奈川工科大学から来ました山崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎先生は神奈川工科大学創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科の准教授、非言語表現に基づいた人とロボットのコミュニケーション構造とその生活空間への応用研究に従事ということで、この写真ね、見ると左側はこれなんです、織姫。あ、はい、織姫ですね。アバター、人の代わりのアバターとして使うロボットになります。右側なんです、この代わり。これはあの私のアバターですね。はい、あの、漫画タイムキララで連載中の若鳥にこ見せてにこデザインしてもらったっていう。ちょっと難しいんですけど、漫画タイムキララっていう可愛い漫画雑誌で有名の漫画家さんに書いてもらった漫画オーサーですね。そのペソナージュで、フィーユプル、そう、バーチャルキャラクター。はい、これ学校の授業で使われている。あ、たまに使ってます。なるほど。学生の受けいかがです？いや、あのこれ使うときは学生が目の前で見えてないんで。あ、なるほど。リアルタイプの受けは分かんないんですけど。あ、なるほど。はい、後から何やってるんですかみたいなことはこう突っ込んでもらいます。 e ラーニング用のコンテンツとかに使われるんですね。あ、そうですね、はい。あと遠隔授業の時ですとか。なるほど、はい、リモートクラスの時に使われてるということで、今日はですね、まあ、この、3人の博士がいろいろあのこういうメタバースとか VR の、最先端の話をですね、しながら進めていきますが、もう一人ですね、実はバーチャルゲストがおります。バーチャルゲストはミラさん、VTuber リサーチャー、パチ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 、はい、うちのラボのですね、インターンでもありましたが、現在マルタ大学の、ドクターの1年生に在学中で、スイスに在住しております。で、まあ、こちらのですね、ミラさんがちょうどあの収録日にですね、あの日本に来てくれてましたので、そちらの VTR から、紹介していきたいと思います。それではバージョンアップ。